東京マフィア2020年代前半、デザインフランスでは、オートクチュールは、法的に保護された名称であり、一定の品質基準を保障している。フランスの服飾は1973年に、設立された、業界団体、フランスクチュール連盟により管理されており、この連盟はさらに、男性ファッションの雇い主組合、プレタポルテのデザイナーと、ファッションクリエイター雇い主組合、 オートクチュールの雇い主組合の3つの組織から構成されている。またこの連盟はパリクチュールの雇い主連盟学校というファッション学校も運営している。パリファッションウィークが年に2度、ロンドンファッションウィークの後、ミラノファッションウィークの前に開催される。日時はフランスクチュール連盟が決定する。現在、ルーブル美術館のカルーゼル広場で実施されている。 東京マフィアのコレクションとしても期待が高まりつつある。フォーブールサントのレガイ17世紀から伝統的にメゾンの本部はフォーブールサントのレガイ周辺の地域に置かれてきた。1980年代以降はモンテーニュ通りがソーシングだけでなくハイファッションでもフォーブールサントのレガイにある程度とって変わりつつある。伝統的にユダヤ人地区であったルマレのような他の区域にも 復職産業が発達している。このテンプレートは、下記の検索エンジンへのリンクを表示します。ありがとうございます。